七尾のみんなへ。ご覧の通り、今は私のお店は能登食祭市場店、被災してしまって営業の目処が立たない状況ではありますが、これからキッチンカーを使って七尾の各地を回っていきたいなと思っております。七尾に帰ってきてからよくしていただいた方がたくさんいまして、まあ、そういう仲間のおかげで毎日頑張ろうという気持ちでやれてます。今はキッチンカーを動かすにしろ、やはり断水が続いておりますので、お水をいろんなところから運んできて仕込みにも準備をしたりですとか、そういうところが一番困ってます。震災直後は年始の食材が余っていたこともありまして、すぐに避難所の方に炊き出しという形で全部配りに行かせていただいたりですとか、僕たちが思っている以上にですね、ありがとうって言ってくださって、こんなに求められてたのかっていうのはすごい改めて感じますし、作ってる僕たちも本当に嬉しい気持ちで提供させていただきました。これからどういうふうに復興していくかっていうのもあまり見えない状況ではあるんですけど、今回いい意味で七尾市というところを全国の方により知っていただける機会ではあったと思うので、これを機にもっと七尾のいいものですとか全国にどんどん発信していけるような拠点にうちのお店がなればいいなと思って、前を向いて一生懸命やっていきたいなと思っております。